さあ、今日はサバゲの朝ですが、朝マック行きますか、2人で。サーガーのね。サーガーの朝マックに。行きましょう。久々だな、バイク。よし。さあ、行くよ。よし。行くでー。行くでー。あご紐をつけた。よし。朝マック行くでー。待って、待って、待って。久々すぎてさ。じゃあ行きます。行こい。朝マックへゴー。レッツラゴー。レッツラゴー。ギア上げるのがこっちか。よーし。行くでー。行くぜ、朝マック。レッツゴー。あー、でも怖いから裏道行こうかな。裏道行こう。なんか車多いの怖いっすね。怖いからね。どうしようかな。じゃあ裏道で朝マック行きます。レッツゴー。あ、朝モスでもいいですか。え、朝モス。あ、まあ、朝モスにしよう。朝モスに行きましょう。朝モスいいね。よし、すげー。モス。お、障害物ありです。正面障害物あります。はい、くぐります。だってこれ、これ開けるのこれ。ダメでしょこれ。今の今田舎は OK です。田舎は障害物 OK です。 OK。 カズさんの運転見たいな。どうでも道わからね。確かに。そして、姿勢がいい。カズさんのバイク姿勢がいいです。いいですね、朝っぱらから。気持ちいい朝ですね、これ。気持ち朝ですね。うん、サーガー日和ですわ、これは。何をのんきにみんな寝てるんですかね。もう朝早起きして、ちょっと、ね、こんな気持ちいい朝があるんだから、ね、あんなら寝ちゃって。カーブポイントですね。右ですね。いいですね。いいですね。右です。今日あったかいですね。今日最高ですよ。今日はちょっと厚着してみたら、バイクに乗ってても暑いですね。うちも1枚で大丈夫かなと思ったら余裕だった、これ。余裕ですね。うん、これはいい。まっすぐ抜けて9時に間に合うかな。怪しいやろこれ。これ怪しいですね、9時。大丈夫、ともくん寝てたもん、まだ。あ、じゃあ大丈夫ですね。乗っても朝弱いで、ああ、あかんと思う。じゃあ大丈夫。うん、ダメ、あの二人は多分。じゃあ、どうしようかな。これどうしようかな。右に曲がります。なんかくねくねしてる。なんか変な池みたいなの多いの、ここ。え、池。あ、これクリークって言って、農業用水路で、うん、日本一クリークが長いと言われてる県です、佐賀県は。あ、そうなんや。そうなんです。で、ここのクリークにブラックバスっていて、うん、ブラックバス釣りが人気です、佐賀県では。あ、なるほど。ここ全部あのブラックバスがいますよ。これもうロケ地だらけやな。ロケ地だらけです。もう家から一歩出たらロケ地です。うん、これやっぱバイクの旅をしないといけないんじゃないですか。バイクの旅、あのこの2台で九州一周を最近目標にしてやってますよ。お、目標に。目標にこの2台買って、2台でリュック背負って釣り竿を入れて、うんうん、九州一周します。なかなかな長旅になるんじゃないの。え、九州一周ですか。うん、1週間ぐらいか、まあ、10日ぐらいかけて行こうかなと思ってます。うん、まあでも、一日バーッと止まってたら結構行くかな。多分意外に移動距離は、ただ途中途中釣りするんで、うん、やっぱ釣り時間もあるから10日ぐらい見ないといけないかなと。じゃあ今度福井まで行きますね。バイクの旅？現車で。現車でカズさんに会いに行くっていう企画を。で、そのままもう北海道までじゃないの。北海道まで。北海道まで行きますかね。北海道まで行って、そこからフェリーでグニャンと持ってくる。あ、いいですね。それいいですね、フェリー。うん、それいいですよ。北海道の旅。
北海道の旅しますか、カズさんも一緒に。これ何 cc？ これその 49cc ってやつですよ。おお、ゴリラっていうバイク。はいはいはい。通行止めだ。うん、怖い。通行止めだからちょっと左に戻ります。はい、大丈夫？大丈夫ですよ、あっちにモスがあります。本当ただのパスっぽくやな。そこはいいでしょう。うん、ずっと水路ですよ。でまだ釣り人がね、やたらんな。あ、でも平日だからですね。あ、そっか、平日やでか。そしたらさっきと一緒だから、これをまっすぐ。あと水路のせいであれなんやね、なかなか道が複雑になってるよね。そうなんです、ここは今初めて通る道なので行き止まりの可能性すらあります。あ、違う、ここ釣りしたことあるところだ。左行きます。はい、どこなんだろうここ。どうなんだろうこれ。ぐるぐる回っただけで今家からそんなに離れてないですね。家すぐそこですね、うち。家すぐそこ。家すぐそこですよ、ぐるぐる回っただけで。あれ、ギアが入らない。よしよしよし。まあ運転鳴らすために今ぐるぐる回って。鳴らす運転大切だからね。大切ですね。よし、大通り、ついに大通り。これは注意して行ってくださいね。はい、注意していきましょう。大通りは事故がいっぱいありますから。怖い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 。よし、左側を走って、はい、30キロで。あ、車気をつけてくださいね。はい、これがあれですね、弱車ですね、バイクって。そうです、弱車です、ゆっくり。あー、怖い怖い怖い。30キロ制限ですからね。かといってこれより左に行ったら、うん、歩道に入っちゃって違反ですもんね。そうですよ、この白線の左隅ギリギリを30キロで行かないと。で、うちらカメラで記録することあるからね。そうですね、あの、本当注意しないといけない。注意しないと。はい、うわ、街が見えてきましたよ。そうです、街の入り口にモッスがあります。カズさんが佐賀県を現車で走っております。さあ、風を切っていこうぜ、風を。風を切っていきましょうね。前方 100m 先、モスが見えますね。モスが見えます。目標のモスが見えますね。モスバーガーは美味しいからね。美味しいですね。ね、高級感のモスと、うん、B 級グルメ感のマックですね。それそれ。はい、左。はい、左入ります。巻き込みよし、巻き込みよし。はい、巻き込みよし、目的地到着。ああ、やっと着いた。怖かった。K のとこに止めます。 K に止めますか。 K に2台止めて。いいですね。あ、怖かった、到着。あ、もう次また裏道で行きたい。はい、来ましたよこれ。はい、ありがとうございます。来ましたよ、行きますよ。一等。え、違うわ。一等すぎる。一等一等だ。はい、一等。次回なんですね。はい、カズさん、まさかの一等バーガー引き換え券です。バーガー引き換え券だね、これ。すげえ。だってこれ300円とかするやろ。だって、ね、あの、店員さん思わずすげえって言ってましたよ。すげえ。すごい、モスバーガー、照り焼きバーガー、モス野菜バーガーのいずれか一個と引き換えできます。いやー、これ当たらんでな。なかなか当たりませんよ。いやー、嬉しいなー。あ、高い。やばいやばい。カバン号。おお、すげえこれ。あ、うん、でも野菜が取れて完璧。あ、うまい。あ、うまい。朝食セット。モスやな。うん。モスやな。うん。いや、この卵のやつうまい。実はのんびり朝モスに来たら遅刻しそうなんですね。もうあと20分で家に帰んないと。大変。やばい。新発売のナンバーなんで。でかい。新発売をたくさん食べてます。
マスター。うまい。でも急がないと遅刻ですよ。肉がうまいか。もうこういうファーストフードの肉じゃない、なんかこの水分がうまいいですね。さあカズさん遅刻ですよ。帰りますよ。最短ルートで帰りましょうかね。あご紐つけてと。やっぱ間に合わなかったか。余裕の無理やったね。余裕の無理でしたね。やばいやばいやばい。あー車が多いな。これ行ったら行きます。はい行きます。ゴーゴー。よーしゴーゴーゴー。ぶっ飛ばしてけー、ぶっ飛ばしてけー。カズさんでも安全運転でお願いします。行雷さんの後ろのこの無風の場所をスリップストリームってやつですね。そう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 、早くなるで後ろに。さあみんな待ってるだろうな。さあ左にね。はいはい、はい、さあみんな起きてるか。起きてるかな。起きててほしいな。起きてるかな。モス行ってきたよ。モス。ただいま。あここ奥奥いいね。やっぱ朝早くからモス行くとカズさん一等賞当てた。バーガー1個タダだった。じゃあみんな起きてたから僕たち遅刻と。遅刻ですね。遅刻です。すいませんでしたと。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。